あ、ラヨジ、うん、明日さ、昼つけ麺食べに行か。あ、いいよ。あ、いい、うん。あったー！ 13 時だ。そんなに嬉しい？さあ、マジか。うん、今日俺さ、うん、乗り換えがめっちゃうまくいって、うん、一歩早いやつ乗れて、マジか、俺が俺が、あ、俺が現実そんな嬉しかったんや。さっきコンビニ行ったら、うん、10円玉の2枚のお釣りがどっちもギザ銃でした。一歩で見ろかそんな嬉しい。竹内、うん、ちょっと聞いてもらっていい？何？ちょっと今日、うん、あの俺初めて行く喫茶店行ってさ、うん、で、あの俺はその個人的にね、うん、プリンはとろとろのもまあうまいけど、うん、ちょっと硬いやつの方が好きやねんか、うん、でそこの喫茶店でプリン頼んだら、うん、どんなやったと思う？うん、硬かった。そこ、うん、硬いやつやってん、うん、かなり嬉しい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 、うん、今でしょ、そんな嬉しい。わすみ、え、俺がおすすめした漫画読んだの？ああ、読んだ。あ、読んでくれた？うん、うん、面白かった。面白かったで。面白かった、うん、マジで、うん、じゃあすみの心に刺さっちゃったわけか。すごいすごい、そんな嬉しい。俺も嬉しいわ。以上、さっきあのフリスクありがとう。ああ、フリスク、めちゃ口スースーしていい感じだった。うん、あ、これあげるわ。じゃえ、ハンターライセンスや。ありがとう。え、フリスクと、え、そんなにもらえないな。あ、竹内、うん、今日さ、うん、なんか俺家出る前に、うん、あの雨やって見たからさ、うん、傘持っていこうと思ってたのに、うん、傘持ってくの忘れたんよ。うわーって思ってたら、なんかちょうど俺が室内におるタイミングで雨が降って、うん、結局俺今日傘いらんかって。これ嬉しい、うん、嬉しいとは脳で感じるのか。いや違う、嬉しいは心で感じるんだ、ドクン。そしてその鼓動が気に乗っかって嬉しいが全身を駆け巡る。たまに遠回りして全身を駆け巡る。そして脳に到達する。この脳で嬉しいという電気信号が発生する。これ電気が全身を駆け巡る。たまに遠回りして駆け巡る。そして全身を駆け巡って俺の口からこの嬉しいという感情が凝縮されたことは一体何が出る。俺の口から言葉が出る。どんな言葉が出る。今でしょ。今でしょ。帰り方いかんや。すみ、この前さ、あの今度女の子紹介してくれるみたいな言ってたの、知り合いの。ああ、え、あれマジ？まあまあ、え、いいよ。え、いつ会える？近々みたいな感じ？まあそうかな。近々？うん、えぐー、これどう思います？サイアンドコーですね。サイアンドコー、サンシャイン、かがやき、うわ、すごいすごい。踊ってる踊ってる、どれももすごい、うわ、すごい嬉しいよ。